10人十色、それぞれ将来の夢に思いを馳せる子どもたち。白岡市では子どもたちの夢を応援するプロジェクトが進行しています。他の地域から移り住んできた若い子育て世代が多く定住しているのが白岡市です。そんな白岡市では子どもたちが夢を描くことができる機会を提供しようと、さまざまな取り組みが行われています。例えば日本サッカー協会と連携して行われているのが夢の教室という取り組みです。元サッカー選手などさまざまなアスリートを夢先生として小学校に招聘し、夢を持つことや努力することの大切さを子どもたちに伝えているのです。さらに平成29年度の白岡子ども会議という取り組みでは、毎年夏に開催されている白岡祭りのイベントを子どもたち自身が考える試みを行いました。参加したのは白岡市内の小学生、中学生、高校生、まちづくりを研究する相模女子大学の学生らが子どもたちのまとめ役となり、夏のお祭りに向けてさまざまな楽しいイベントを考えました。初めてワークショップに参加したけど、なんか楽しめたから良かったです。全然年の違う人たちと白岡の祭りについて話すことができて、で自分発表して協力できてたのとても楽しかったです。発表するときにはとても緊張したけど、みんなで考えたアイディアを発表のときにちゃんと言えたのでとても楽しかったです。白岡市は白岡子ども夢未来プロジェクトを実施することで、市を中心に学校、企業、大学などと共同して普段の授業では得られない深い学びの場を提供しています。そしてこのプロジェクトを通して考える力や豊かな感受性を養い、将来自らの可能性を発揮できる子どもたちを育成しています。私たちの理想は未来を担う子どもたちが白岡市に誇りと愛着を持ち、これからもずっと住み続けたいと思える町であること。白岡市は子どもたちが未来に夢と希望を持ち全力で走り続けられるよう応援と支援を行っていきます。